今日は、えー、最近、腰痛で、えー、思うように練習できないという話と、えー、冬の寒い中、実装したらひ膝を壊したという話をしていきたいと思います。えー、もともとわ私は、えー、ヘルニア持ちで中高とテニス部活でテニスやってて、えー、そこでヘルニアになってしまいました。えー その頃、一番ひどかった時でもう5分経ってられないということで左下肢にしびれが出てきたり臀、まあ、部に痛みが出てきたりっていう症状でしたで今は43なんですが全く同じような症状になってしまいましたそれはあのー、自転車始めて、まあ、2年弱なんですが、えー、去年の、まあ、12月11月ぐらいからですね3ヶ月ぐらい前から徐々にひどくなって 止められなその症状が止められなくなってきたという感じです。症状としてはまあヘルニアの典型なんですが、雑骨神経痛です。で、立ってると、えー、おそらくあの神経を圧迫する姿勢なんだと思うんですが、左足にしびれが出てくると。座ってると楽なんで自転車は焦げるという感じです。で、あのまだ自転車始めて2年なんですがあのー、早く走りたいっていう風に焦るあまり。 共同トレーニングを、えー、行ってましたそれはあのトレーニング理論だとかトレーニングの練習だとか、えー、自転車の、えー、トレーニングメニューだとかっていうのを勉強してインターバルトレーニングがいいだろうということで、あのー、LSD だとか回復層だとかっていうのはやらずに、えー、ほとんどインターバルトレーニングをやってましたそれからあの月下水木金っていう感じであの猫店さんのミートアップだとか 主に映像さんのミートアップそれから、えー、何回かですけど椎名さんの,あのヒルクライムのミートアップなんかに参加したりしてほぼ毎日のように1時間ぐらい、あのー、全力で漕ぐっていうのを続けてましたら徐々にあのヘルニアが再発してきたという感じです。あのーまあ、やっぱり、あのー 人より速く走りたいとかミートアップでつい競い合ってっていう感じでついつい自分の、えー、強度を超えるようなトレーニングが続いてしまったということが原因ですねそれから膝の話なんですが膝の方は12月の末に、えー、中学生と一緒に2人で練習しに行って、えー、タイムアタックをして。 でちょっとあの膝にクリック音が出たり違和感があったんですがそれでもあのタイムアタック続けてそれから場所を移動してちょっとロングライド気味にあの走ったんですがもうその時には痛くてあのしょうがなかったとでトータルまあ100キロぐらい走ったらもう次の日なんか屈伸できないぐらい、えー、右膝が痛んでしまったという感じですもともと膝はあまり調子良くなかったんですがこの寒さでやっぱりちょっとやられたという感じです でまあ、寒い冬はタイムアタックとかっていうのはやめた方がいいなっていう感じです。まああの若くて強い人だったら全然関係ないと思うんですがまあ私にとってはあの良くなかったということです。で、まあ、普通の人だったらまあ、こんな痛い思いせずにあの学ぶというか知ってると思うんですがあの 痛い思いをしての教訓なんですがやっぱり人と競い合ったりしちゃうと欲が出たりしますんでそれは良くないなっていう風に思いました自分は自分っていう考え方でマイペースでやっぱりやるのがいいのかなっていう感じですまあ、人より遅くてもまあ、劣等感だとか感じずにそれから人より早くても優越感なんかにあの浸らずにマイペースでやるっていうのがやっぱりいいかなということです 己を知るというか、部を知るというか、43の私にとってはあの、やっぱりマイペースで続けていくというのが大事と思いました、それからあの理論、理屈だけでいきなりあの強くなる方法なんていう形でや,やりましたが、あのベーーストレーニングができてななかったなということで反省してます。えー、今年はあのベースを作るあのトレーニングの年にしたいと思ってます。 でまあ、本当に基本といえば基本なんですけど痛い目に遭わなくても分かる人は分かってるんでこんなあの動画を見なくても分かってるよっていうあの感じだと思いますが私の場,場合は失敗して初めて気づきました、えー、ですから少し強度を落として、まあ、ベースを作っていきたいと思いますで、まあ、こんな私のやり方でトレーニングで良ければあの参考にしていただければと思いますまたよろしくお願いします